E-2、E-2-2、e、は、ソ連のミコヤン設計局が試作した、戦闘機である、北、大西洋条約機構の使用する NATO コードネームは、フェイスプレート。ミコヤン設計局やザギーでは、磁気マッハ2級戦闘機として、交体翼とデルタ翼のどちらが有望か結論が出せず、交体翼機とデルタ翼機を実際に制作して、比較することになった。当初予定した、 a m 十一の開発が間に合わず、AM-9B を搭載する交代翼キー二、同エンジンを搭載するデルタ翼キー四、完成した、AM、a m 十一を搭載する交代翼キー二 a 同エンジンを搭載するデルタ翼キー五を製作した。最初に完成したイイマナス二は1 9 5五年に、初飛行、非力なエンジンながら、マッハ1八を、 記録等当初は、e、イマイナス4より良好な性能を示し、e、イマイナス 2A とともに、差したる問題もなく、一時ミグマイナス -23 の正式名も与えられた。また、e、イマイナス 2A は1956年の航空省で、北大西洋条約機構は、e、イマイナス4にフィッシュブド、e、イマイナス 2A にフェイスプレートとコードネームを付け、e、イマイナス 2A の方が、 ミ g -21 として生産が開始されていると誤認されるほど完成度は高かった。しかし E-4 の強化型 E-5 もマフ8.85を記録し、AM-11 を搭載した E-2A と E-5 の性能はほぼ互角になり、比較検討された結果、構造が簡潔で 200kg ほど軽い E-5 が採用され、E-2A は不採用になった。 その後、イマイナス5はイマイナス6を経て、ミグマイナス21となる。イマイナス50イマイナス 1AM マイナス 5A を搭載する抗体抑機、非力すぎるということで、製造中止。イマイナス 1A イマイナス50に解消。イマイナス 2AM マイナス 9B を搭載する抗体抑機、イマイナス 2AAM マイナス11を搭載する抗体抑機、なお、フェイスプレートと識別されるのは、 当機のみ、イマイナス50度資金 S-155 マイナス、ロケットエンジンを搭載した、抗体翼、混合動力機、上昇力向上の対策に混合動力を採用したものの航続力低下を招き、またジェットエンジンの水力向上の目処がついたため、計画中止となった。イマイナス50液体仮面にコンフォーマルフューエル、タンクを追加した方、イマイナス50計画中止により製造中止。 ありがとうございます。